なんかね、硫黄の匂いがしますね。旧人形峠、人形泉。めちゃめちゃ硫黄の匂いがする。お、なんかありますね。建物、これは何だろうね。家畜の餌が、餌を入れるサイロのようなものがありますね。これは何でしょうね。ほう、雪をかくやつですかね。まあ、その他の生活炊飯器みたいなのがあります。で、この先もなんか、でもこの辺雪が降るんで、その重みで屋根とかも崩れてると思うんですけど、これはまあ気になるとこですよね。ここにもなんかありますね。これもちょっと変わった雰囲気。ちょっと下から見てみましょう。これここですね。あ、まだ先か。ここですよね。どういった建物なんでしょう。この先行ってみましょう。でもなんかありますね。これもあの家畜の肥料じゃなくて餌をね入れるものだと思うんですけど、ほう、さっきのあと15キロ、三笹温泉って書いてます。ドクダミ茶が、ドクダミじゃなくてドクダミの葉っぱが、これお茶にしたらね美味しいんですけど、
こんな感じですね。だいぶ行ってますね。ちょっと行ってみましょうか、まっすぐ。ここも。冷蔵庫あります。まあ、さっきのとこと似たような感じですよね。まあ、飼育家畜のなんかそういうとこなんでしょうね、こんな山奥に。でも硫黄の匂いがねすごいしますね。ちょっとこの先行ってみます。ただこの建物がすごいですね。でも こんな山奥に。だからまだ鳥取県側なんですけど、まあ、ここは岡山県と鳥取県の境目になる場所なんですよね。人形峠っていう。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。